丈夫。事故起きた事故今。よし、こんにちは。こんにちは。新年さん、かき氷ありがとうございます。いいじゃなくてよかったわ、今の。うん、全然大丈夫やったけど。はい、じゃあこれ、チーク菓子作るよ。はい、ちょっとリップ濡らしてください。クワタンは今日はこれ、チョコフォンデュパーティー。初めて見た。チョコフォンデュパーティーします。棚が映ってる。そうそう。じゃあちょっとやっていくんご。やっていくんごってやめて。仲良し2人や。やって違います。なんでじゃあ、なんなん私たちは。不倫。これはやります。不倫。誰と。元アミタン。アミタンが本命なの。うん、知らんかったん。うちアミタン本命やんな。皆さん、なんなん。オノティから返信あったの。買った。来たよ。今日も朝から石乗ったし。ハサミいいやん。ハサミ使ってない。ワイルドのタイプだった。私もじゃあワイルド。欲しがるシャリ。なんか結構美味しそうなんよ。ここにできたお菓子を載せるらしい。あ、待って、花火いるやん。ハサミ。花火。ハサミ。ハサミいるね。ハサミ持ってるよ。持ってんの。天才やん。うん、私がズボン下レスリーなんバレる。なんで。申し訳ない。主人やめて。キャラ崩壊すぎる。よし、じゃあ作り、頑張ってください。頑張って作ります。まずトレイをハサミで切り離そう。これを切り離すらしい。これを切り離すらしいよ。そうだよ。これをこうやって切れできんねや。うん、まずトレイをこの線に沿って切ります。はい。今日はね、皆さん、ほのぴーとね、お昼一緒に食べに行って、はい、ブリ取ってきました。ブリッと、ブリッと、ブリケチュ。ハート、ハート、コニーさん、ハートありがとうございます。お客さん、バラありがとう。ありがとうございます。そんな切らなかった。正直、レッスン中にハサミあるけどな。確かに。もうな、無人配信はやめといた方がいい。地球が進化してますね。そうですね、本当に。私みたいに無人配信はやめた方がいい。ほんまに。普通に配信中に、なんかどうしてもトイレ行きたくて、行ったの。でもよく猫呼びに行くときとか無人配信になってるよ。あ、なるほどね。こんな感じだし。はい、めっちゃ多い作り方、はい、ありがとう。やばい、このハサミ懐かしすぎる。ドンキで買ったよ、昔。もうね、クワタンはほのちゃんとプリクラを撮ったので、それはまた何かに載せようかな。そうやね。ツイッターとルームスとか載せようかな。ララララララ。何その歌。楽しそう。全然。なんでクワちゃんが誘ってきたんや、配信しにしようって。いや、そうやった。そんなん知らんねんけど。でそんなアメリカの話すの。ツイッター載せてたピ。あ、そう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 。ちょっと匂わせ風にしたんやけど、分かったかな。赤アフリカミさん、ありがとうございます。私はタピに行ってみた。タピにありがとう。切り分けた。氷はタピのピをあれにした。エモムさん、ソフトクリームありがとうございます。今から劇場向かいますですね。今日ビーツさんの公演で。何から作ろうかな。いちごゼリーを先に作るやつ。コウタもいちごゼリー先に作る。え、一緒やん。そうだよ。じゃあコウタはいちごゼリーを先に作っていきたいと思います。ハマピーはいちごゼリーを先に作っていきたいと思います。マッチさん、ソフトクリームありがとうございます。いちごゼリーどうですか。いちごゼリーを作っていきますね。あった。この三角カップに一杯の粉と一杯の水を入れるらしいよ。ほんまや。え、一緒なん。うん、やめてや。リアルてね、わら、やめてや、わら。じゃあ行きます。ちょっと私こういうのやばいかも。入れて、で混ぜ混ぜします。これ絶対下になんか引いた方が汚い。汚いよ、この水絶対。絶対汗染み込んでるよ。欲しげ。
え、すごい、10分待つと固まるらしい。ハートさん、ソフトクリームありがとうございます。このやばい粉を入れます。今日やばい粉とか言っちゃった、ごめんなさい。そうです、用事でよく混ぜる。わっ、ハートさん、食べたいのやつありがとうございます。パク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 配信、バブバブ配信。どうやってんの？ TD さん、私のペンライトカラーのペンライトありがとうございます。私のペンライトカラーのペンライト、私さ、草加好美さんによく似てるってさ言ってもらえんねんけどさ、うん、ペンライトカラーも全く一緒らしい。え、そうなんや、すごくない？うん、私ケイトさんとミカナさんと一緒。あ、メカナさん変な髪型したごめんなさい。ミカナさんとケイトさんが一緒なんや。うん、ピンチと紫、ピンチと紫、ピンクだよ、ピンチ。スプーンをティッシュで拭き取ってね。あ、こっちも10分待つと固まるよ。やって、まあ、じゃあ10分一緒に待とう。うん、作ってる間に10分経つから。うん、そうやね。このね、いちごのねやるは丸にこれを垂らして固めていきます。欲しがるシャネル、ね、やめて、そのさ、ヤリダフィーの方が、ヤリダフィーの方トレーのここにこれ、このこれいちごゼリー、これがベッドみたいな形のやつ、これにこれがお餅らしい。まあ、手でこねるって大丈夫かなって。いや、ほんまに汚いと思う。自分が食べる、自分これに食べる、私が作ったやつ手洗ってきたもん、これよりは。私も洗ったよ、うん、潔癖症だからね、言うとけど、うん、手でこねるってさ、冷静に汚くない、うん、でもこより前チーグが支配した時手でやったよ。そらそうやん、手でこねぞうしたよ、こねこねぞう、こねぞう、心の一句。うん、何それ、友ぞうじゃない自分もある、こねぞう、友ぞうやし、こねぞう、心の一句、おもろ面白くない。天奈のここで一句めっちゃおもろかったな、昨日の。あれ、私がさ、作った、心の一句って言って、じゃあここで一句って言って、ここで一句言いますみたいな感じで最初、私が急に、そう、ここで一句聞いてくれませんかみたいな。ソフトクリームの、私はでもここで一句にしてって、ほんまにさ、そういう人みたいな。そこに餅の素入れて粉がなくまるまでよく待ってます。これ足らへんねんけど、あきね、足りんない。え、そんなことある？私のやつ使う？そんなことある？一緒だ、ほんまに餅の素ね。これ多分ティッシュさ、ニーズのやつだよ。ティッシュいる？うん、ティッシュ取ってこようか。いいわ、いい。やってた、ホノピーも必要なやつだよ、これ絶対。マジ？ここでチーク。I need your love, I need your love。 何の歌？これはヤリラではない。そうなんや。 I need your love, I need your love。 ね、これ貸して。いいよ。口に入れた？入れてないわ。餅のもっと入れたから、これを粉がなくなるまで混ぜます。皆さん、ホノピーとの関係性は知っていますか？でもコヨピー推しいないよ、全然。うん、ほんまにな。私らこんなに一緒におるのに、私たち一番一緒にいるよ。これも使わない、ね、待って、すごい、見て見て、足りました。よかった。絶対足りてないや、最初多く入れすぎたのかもしれへん。まあね、すごい、マジで餅になってきた。よし、できたよ。ケモサバラありがとうございます。コニーさん、ハートありがとうございます。ただただカップルの配信見せられてるだけの時間やって、うん、2人のコンビ名はコヨピーですね。コヨピーと、ほのちゃんさん、アイスありがとうございます。ほのちゃん、ゼリーは和歌山弁ではデリーって。え、出て嘘やん、それ自分だけやろ。自分だけって和歌山県ではそう言うんや。和歌山県 NMV って和歌山のメンバーおらへんのすごいよな。うん、三重もおらんかったもん、光さんがいるまで。奈良はいっぱいいるね。なんでなん、いや関西やからか、うん、だって三重ギリ関西じゃない。三重関西やって、なんでまとまったらテレスム処理こねます。同じ大きさに2つ分けますよって。で、小皿シートを使ってそれぞれの形を作ろう。だからまず2個に割るやんか、2個に割って、それでこれでこうやって。じゃあこれをちょっと固めとくね。まだいちごゼリーの段階、うん、少ないもん、これが遅れてるな。え、そしたら
これにバナナの素、あ、バナナなんやこれ、どうしよう、バナナ食べれる、食べたろか、美味しく作ってくれたら食べるよ。ね、待って、まさかの皿がこれやねんで、それで悲惨なすぎんか、大丈夫か、オブランさん、アイスありがとうございます。待って、クオタンも手でこねやなっか、待って、めっちゃいいやどうしよう、手でこねて、二つに分ける、これこっち、あんまり触りたくない、それな、バーリーさん、アイスありがとうございます。キウキでコヨピーだけグッドスプーンの直筆コースター持ってるわやって、すごい、小村さんハートありがとうございます。コヨピー、やっぱコヨピーは運命ね、コヨピー地味に初めて見る、嘘、え、コヨピーは公式いるよ、毎日一緒におる、だから一番長い時間一緒におるな、うん、暇やもん、このピーだな、なんで、小村さんアイスありがとうございます。コヨピーが暇やから、コヨピー暇じゃないよ、一緒にいてあげてん、ツンデレだな、もう、はい、ではデレデ、ここにバナナの素入れたんで水いっぱい入れます。ねえねえ、やっぱりティッシュこれ必要だよ、うん、そうちゃん行ってきて、ちょっと待って、ただ先こねてからな、嘘だよ、こうちゃんが取ってくるわ、いやいいよ、こねるからとりあえず、お手拭き持ってきます。チーム違うけど一番配信で見る確かに、そしてコヨリマジでちょっと後ろ、コヨちゃんです、いつもお世話になってます。はい、どうぞ、はい、三重から通いで会いに来てる方がメイラって面白いのやって、え、会いに来てないよ別に、市内に来てる、市内に来てるんだ、え、テロップおもろやって、なんとかいけるの、めーら彼女と配信とか書くなよ意味わからん、ほんま、ほんま意味わからん、今こんな感じです、お餅見えたかな、かずゆきさん、かき氷の旗ありがとうございます。そうそう、チーク菓子作ってるの、あ、足入れてきた、よし、作ったお餅、え、結構早いかも、めっちゃバナナの匂いする、そんなバナナの匂いする、生地を作ろう、皆さん聞いて、あのね、さっきね、アミタンがこっちの部屋に遊びに来たんですけど、うん、あのね、アミ、オノピーがね、うん、ゲーミングチェアに座っててね、うん、そしたらアミもね、そこに一緒に座ってね、うん、写真とか撮り出すんですよ、うん、私は一人で寝てんのに、皆さん、何年なの、なんでそこ二人でくっついちゃうの、ダメなのね、え、皆さんわかりますか、コヨタンの気持ち、気持ち悲しい、悲しい、このチータン、このチータンですけど、普通にそれインフルエンサーの方がやってるやつじゃない、何それ、インフルエンサーの方がやってるやつ、もう本当にやめて、ほのちゃん、うん、何なんアミタンとほのぴって、一緒コメントやからやめて、私たち姉妹やで、はぁ、アミと私姉妹っていう設定やの、もう意味わかんない、なんでコヨタンでしょ、姉妹じゃないやん、コヨタンと私は、手でこねんのほんまにやばい、それな、手でこんな感じ、これね、バナナ、で、たい焼きの生地を混ぜる、見て、うん、できたの、どうも、まあ、できたの、まあ、たい焼きの生地作ってるな、なんかもうね、こよちゃんね、ね、かなちーたんでしょ、かなちーたん、うわ、なんかえぐい、こよりんの人、そうなんや、なんかキューキってお互いのファンの人覚えてるからすごいよな、え、私あのあんま言わん方がいいか、何、コーリーの生誕委員やったから知ってた、そうなんですか、そうそうそう、どっちから告白したんでしょうかって、コーリーに決まってるやん、え、違う、コーリー以外ないですよマジ、そんな、え、コータン違うで、なんでコータンそうしてないです、そうだよ絶対、明らかに違うで、最初にね言い始めたのはホノピーなんですよ、え、違うやろ、 MC でもさ最近コヨリンが可愛くてみたいな、
え、そう言ったっけ。うん、でもこよりんが思いっきり首を90度振るんですみたいな。ああ言ったな、確かに。それお世辞で、うん、待って、電子レンジいるんやけど。言ったやん、電子レンジいるよって。え、誰が言ったの。私や。え、ちゃんと言ってよ。ちゃんと言って。しかも私もこれたい焼きいるよ、電子レンジ。え、嘘でしょ。協力していこうなってさっき言ってたやん。もう話聞いてない、別れる。話聞いてないから別れる。そんなやったらこんたん毎日話聞いてないよ、誰の話も。こよまちだよ。え、ゆかたん来た。え、ちーちーたん、なんで泣いてんのこれ。何泣いてんのこれ。泣いてんの。あ、うるうるの目が。うん、ちーこー、西田ちゃん、西田ちゃんやって。かなちーたんだねって顔にね。かなちーたんだよね、ちーたん。ほんとかなちーたんだよね。もうちー助けて、こよたんね。え、どういうこと。横の線まで入れます。捨てられまくりなの。捨てられまくりってどういうこと。捨てた覚えないけど、別に捨てた覚えもさ、あの買った覚えもない。で、これも水を一杯入れていきます。たい焼きむずい。また押しまつめるから、ありがとうございます。こぼれちゃった、こぼれちゃった。で、これもまた混ぜて。あ、こぼれちゃった。プースな、やばい。小村さん、ご利用ありがとうございます。あっちも盛り上がってるね。だってただのカップル配信じゃん。カップルじゃないから。もうこの関係性をなんとかして終わらせないと。まいちさん、食べてありがとうございます。食べる、食べるね。こよりちゃん、けなげすぎて泣けてくる。だから誰、もうだからこよりに甘やかさんといて、ほんまに。バーリーさん、愛さん、ありがとうございます。私がね、コーリーの被害を受けるんだよ。楽しい、めっちゃ。たい焼き。こよっぺ。またタピオカ飲みました。ハロコヨッペ。いや、おちーたん、かわいい。ちーたん、ほのぴんにもなんか言って。敵チームだからやめて。なんで？敵チームのに一緒に配信してるのはどこのドイツですか？一緒に配信というか、バチバチ配信だからね、これ。バチバチ、コヨピー。ゆっくりとどし、レンジで加熱しなあかん、今から。これ行ってきて。じゃあレンジ行ってくんで、コヨリンが映ってくれます。あやみが入ってきた。ピーチ、これピーチミルクティー、甘さ普通、氷少ないパールトッピング。これを階段とこで10回トントンするらしい。あやみコメントしてきたよ。チーしてきます。ねほうちゃん、コヨタも行って。いいよ。じゃあコヨリンの私500。やばい、めっちゃダサい格好バレた。やばい、レッスン着でバレた。した、死んだ。500ワット何分？500ワット20秒。500ワット20秒、私40分。行ってくる。じゃあ半分ずつやろう。ダサ格好やばい。映っとかな。かわいいね。やばい、めっちゃやばい。あやみちゃん、こっち映れる？いいよ。ありがとう。時間大丈夫やんな。3分以内に帰ってきたら。ありがとう、あやみ。メンヘラ彼女やばい。オーディション配信の時と違う面、印象がトップ2、マジで。ありがとう。新しい恋を見つけるのもまた人生めっちゃおもろい。トノピンにを。そしたら、うん、代わりです。あ、マシュマロ作らなあか。あ、マシュマロはもうできてるやつですね、これ。もう仕上がってるやつや。え、ほんまや、ちっちゃ、かわいすぎる。ねえねえ、これめっちゃ汚いよな。なんか紙皿とかあったらよかったんけどな、うん、ないの多分。なさそう。紙コップしかあっちに置いてない。ね、あやみは今日の配信はもう終わったの。つい5時、5時からだよ。5時から、うん、みんな5時からだよ。同じチームの配信やから宣伝しとこう。そうだね。ちょっとこのコメントも早く、あやみは5時からだよ。よろしくね。お願いします。ほんなら、バナナとプチケーキはあっちにあるから、そろそろいちごゼリーが乾いたんかな。ほんなら、じゃあいちごチョコソースの素を作りたいと思います。いちごチョコソースのものを、素をカップに入れて水に入らしいです。これイエスときます。イエスときます。めっちゃ甘い匂いする。誰でしょうかね。あれも分かってるか。ゲスト、あ、まだ言ってないんや。まだ言ってないけど、
そのゲストさんがお昼ぐらいに宣伝しとくねって言ってくれてて、もうツイートしてるのかがわからない。帰ってきた。お帰りなさいませ。めっちゃいい匂いする。匂って。ほんまや。じゃん、膨らみました。見て、すごい。めっちゃ生地になってる。すごくない？これチーク菓子こんなにレベル高いんや。レンジとか私らの時なかったんけど。こよちゃんの時あったよ。ドーナツ屋さんとかあってんけどな。うん、もう今はないんかな。見かけへんねんな、ドーナツ屋さん。よし、じゃあ作ったので、ドーナツ屋さん知らん、知らん、うん、次はこれ、いちごチョコソースの素。次はチョコソースを作ります。え、一緒だね、工程が。工程、今いちごチョコソースだよ。これトレー拭かなあかんねんけど、これで拭いたら死んじゃう。うん、それで拭いてる。加熱もしやなあかん、こうやったん。こうやったらまた出ていかなあかんわ。あ、見こか。うん、大丈夫よ。ほんま、小6じゃないわ。中1です。中1をパシるわけないやな。でもさっきはカネはパシてました。静かに行ってきて。よし、チョコソースを作らなければ。こんな感じ見て、マジでソースみたいになったよ。トロトロ、ほら、あ、すごい、トロトロソース。それレンジしないとさ、食中毒起こすんかな。やめな、その新しい恋を見つけるのもまた人生。コーリン、コーリンだよ。絶対見といてもよかった。ティッシュ持ってくるわ、後で。ティッシュあるわ、自分の。しょうこさん、ソフトクリームありがとうございます。まささん、ファイトありがとうございます。はーい、こにえさん、アイさん、ありがとう。ご用意に急に超えたので、私はダメですよ。気をつけて。おーちゃんと仲良し。あやみーやって、あやみちゃん可愛い。はじめまして、はじめまして。ペロペロアイスクリーム好き、スキアイスクリーム。ソフトクリームどう食べ。お兄さん、ソフトクリームじゃない。アイさん、ありがとう。薄くてちゃおいしい。ありがとう、ありがとうね。じゃあ次はチョコソース。ベタベタやったから。あ、じゃあチョコソースって今から作んで。これ同じトレーにするのよくない。それな、よくないよね。ね、まあまあ、でもそれはしゃあないから。こんなとこで誰も作ろうと思ってないから。普通に家で作るもんや。これちょっと水入れて洗うわ。プラスチック削減のためやから、しゃあないよ。そうやな、地球に優しく生きていこうぜ。神になるかもね、いつかシーズンが。神でもいけんじゃん、正味。確かにね、そう。ちょっと分厚めの地区菓子開発部入るかな。だからさ、水さ、うん、いや、使っても大丈夫そうだね。地区菓子開発部に入ります。エコ、エコな、エコに行きたいよね。クリーム、チョコクリームやったらチョコソースじゃなかった。別にさ、チョコソース温めやんでもいけるっちゃいける。いや、温めた方が絶対いいって。ほんと、うん、ねえ、もうさ、こうやったらさ、このさ、このさ、スプーンのまま混ぜていい？ダメ。いいやろ。もう混ぜるね。あ、くっついちゃった。粉が、うわー、口チョコで、反対反対はチョコイチゴ。イチゴチョコじゃない、チョコチョコ、チョコイチゴ。わらわらわら。こよたん、これが終わったらちょっと練習します。ごめん、わー大丈夫。またあやみの、あやみが大丈夫。確かに、あやみが、あやみでカバーできた。よかった、よかった、ありがとう、ありがとうね。大丈夫。あれ、あった。なんかあやみのさ、携帯から声するなと思ったら、こうちゃんの配信見っぱなしや。そう、うちもろや。全然聞こえへんかったんけど、これ。それ私も聞こえなかった。え、耳いいね、あやみ。うぎゃーみたいなやつが聞こえた。若い。いやだ、なんかババア感じるやん。そう、変わらんね。変わらんよな、そんな、なんかやばいね。世の中にはさ、あやみたちより年上の方がいっぱいいるからね。ほんまにな。それはそう、ほんまにやで。見て、皆さん、やばい、めっちゃ美味しそう。あ、チョコの匂いする、めっちゃ。おのちゃんさん、ソフトクリームありがとうございます。ともたんさん、誰もありがとうございます。なんかほのぴーが全然映らない。やすくさん、ソフトクリームの100個ありがとうございます。じゃない、つろか。友達さん、誰も100個ありがとうございます。みつけさん、ハートはありがとうございます。めっちゃチョコ、見て。コニーさん、アイスありがとうございます。こっちもチョコだよ。これチョコクリーム、クリーム、クリーム。よし、で、どうしたらいいの。ホノピーで、いちご大福を作るんやって。え、なんか見て、すごい。ありがとうございます。こうなるらしい。うん、こうやったら1回やったことあるよ。あ、そうなの。こっちも初めて見るね。
あけさん旗ありがとうございます。マスオさんボールありがとうございます。ビーチボール、こんばんこんにちは。みなしゃまんを、ほのぴーはねそんなに、昨日はお弁当誘ったんですけど、うん、来てくれませんでした。だって昨日はそ理由があったじゃん。それは理由がね、違うよ、こうやってあっちの部屋のこと言ってなかったんだよ。そうなの、うん、なんですけどちょっと悲しいたんだったんですけど。おいちゃんそれ何、ジョダイフさん、ホットクリームありがとうございます。手掴みでいく。あ、ねえ待って、この生地をさどうやって取ったらいいのかわかんない。爪楊枝使うから。そうだね、爪楊枝使って書いてある。なあ全然ならへんねんけど、どうしたらいいのこれ。なんか全然違う。もうちょっと生地を伸ばさなきゃダメだったんかもな。そうやな、そうだよ、そうだそうだよ、失敗悲しい。そうなん、成功する人の方が少ないと思うで。そっか、じゃあいいや。めちゃめちゃボロボロになっちゃったんやけど生地。だから言ってるやん、私もやって。成功する人の方が少ないよ。ほんまかなチータ、ほんチータ。こんにちは、ありがとうございます。こよりんに怒られたいので暑いところに行ってきます。こらこら、ほんとになんでそんな、そんな SM 気質ならないでください。え、なにケンさん、クマありがとうございます。怖っ、急に大きく出したから何かあった。ありがとう、初めて見れたわ。で、たい焼き、リアルタイム、たい焼きを出さないといけない。1個ポン、かわいすぎるクマ。じゃ真剣にやっちゃうねんけど、これこのクマ消えちゃうの。消えちゃった。多分ね、埋もれてるのよ。え、星に、うん、え、そうなの。クマってしばらくいなかったっけ。このチーターこの子よか、こより、私もほのぴーと同じ奈良県民やから好きになってやって。マジで奈良県民。奈良のどこ。そんな言うな。なんだほんまに。ねえチーターじゃないほのぴー見て。チーターって間違えたからもう無理です。私何回間違えられてんの。他の女の名前読んだよ今。違うで、ほのぴーなんかねほんまにひどいんだよ。何プロタン呼んでんのにさ、こっち来てって。いやだ無理って言ってね、他の子に横座ってんですよ。いつ昨日もずっとやわ。今までもずっとやわなあ。ね、さっきね、今までもずっと。こよちゃん何回もほのぴーのこと誘ってんのさ。何の話よ。一回も来てくれないんだよ。何の話。今までの全部だよ。もうほんまにもうこよちゃんいなくなるよ。もう天南ケンちゃんとレイニャが一番クロちゃんのこと好きでいてくれるわ。好きでいてくれてるやつだけよ。クロちゃんも好きやもん。好きでいてくれてるやつだけよな、思っててもダメやで。チャレンジしな、チャレンジ、チャレンジ精神でいこう。いいわもう。じゃあそんなに別に、うん、みんなのこと好きやもんね。浮気やんそれ。浮気とかじゃないっしょ。ないっしょって何、そんな急にギャルの人格変えてきたの。ノー浮気とかじゃないっしょ。ギャルやめて。見て、たい焼き美味しそう。見て。わ、ほのぴーみたい。そっか。あ、見て。若竹ちゃんや。見て、見て、見て。え、すごい、たい焼き。え、ねえねえ、ティッシュない？ないねん。ないねん、俺らも困ってんねん。どうしよう。レッスン場、レッスン場。レッスン場あるよ。よし。同じタイミングでよし言わんといて。よし行くぞ。あ、はい、皆さんにちょっと近くで見せたいと思います。いや、そう、それな、うまそうやんな。うまくない、たい焼き。お弁当断られる、それな、お弁当誘うんだよ。このたぶめっちゃけなげなんだすけど。え、普段は食べてるやん。一緒に食べてないよ。食べてるやん。あ、いつ食べた。今でしょ。ほら覚えてないじゃん、ほーちゃん。もうひどい。そんないちいち覚えてないやん。ほら、でしょ。何なの。うまいかも、あれ、オイラ。クマの顔かわいい。待って、爪割れた。時々聞こえてくるあやみちゃんの声がすごく優しくていいねやって。あやみはだって。あら、なんか変なとこ落ちた。あ、かわいすぎ。あやみは赤ちゃんだもん、まだ。かわいすぎ。みたらし団子を作る。10期生が入ってきたら、こよたんはどんな先輩になる。え、絶対優しくしたい。なんか、こよちゃんは、こよ様って呼んでほしいらしいです。どういうこ
だから10期の子、今10期で入ってこようと思ってる子を今見てたら、こよ様って呼んであげてください。こよ様、こよりちゃんとか、ね、こよ様でいいよ、こよりさんって呼んでたらこよ様でいいよって言うんやろ。ん、どういうこと？全部暴露しちゃう。冗談ですよ。でもこよりはボロボロでかなちいた。ボロボロでかなちいた。他の女の名前、それはやばいな。他の女の名前出すのやばいやな。ケイタンさん、あと100ありがとうございます。ポノピーが浮気してるのか、コヨリンが浮気してるのか、どっちなんや。いや、コヨリンやって。いや別に私、コヨリンの付き合った場合もないけど。なんで？ただ、テロップにメンヘラ彼女が配信。彼女って書いてる時点でな。彼女だよ、もう。もう承認してるじゃん。あれ、どうやってカメラ反対向けにするのこれ。タップ、ダブタップ。じゃあ、皆さん見て。すごくにゃーい。あ、見ちゃう、ちょっと映るかもしれない。かわいすぎ。これチョコレートでできた。ちょっと待って、めっちゃ汚いよ。これがトッピングです。ちょっと私、ほら、チョコレートソース。今日美味しそうでしょ。ラガン、ラガンじゃない、今日。今日ギガン。今日ギガン。食べていきたいと思います。ギガンじゃなくない、別に。ギガン、偽物の目。スプーンで水2杯。また吹かなあかん。アポロ出たら星出た。え、星ってレアなんや。え、星レアやで。オイラアポロいっぱい食べるもん。え、アポロ好き？アポロ好き。カラコンしてる今日。してるね。カラコンナウ。カラコンナウでーす。おうちゃんラガンの方が可愛いよ。それな。メンボクラエピソード自ら出さないでやって。メンヘラ？チャレンジ。チャレンジ。何やかんや言うて横にホノピーおって嬉しそうやん。いやほんまにな。マジでほんまにな。ホノピー公開するぞーやって。何が？コヨタンがどっか行くから。コイコノピーのやりとりおもろすぎ。コノピーだね。コノピー、オイラの要素強すぎ。オイラって言っちゃった。コでヨでピーだよ。コヨピー。ピーはひらがなですか？うん、ピーはひらがなに伸ばし棒。ジネさん、ありがとう。カラオケモードになってるよ。え、なんで？え、どっち直すんかわからん。ありがとう、ありがとうね。うん、お菓子屋さん、またありがとうございます。とんちゃん、ビッチボール、ありがとう。めっちゃかわいい。こよさま。やばい、コメント欄、こよさまだらけ。こよさま。お兄さん、ソフトクリーム、ありがとうございます。さえさま、ふわさまに続く、こよさま。そうです。絶対並んだらあかん並び。こよさまです。俺らもこよさまって呼んだ方がいいですか？うん、いえ、こよまちとかでいいですよ。こよまちおかしい。ありがとうございます。こよまちさんって呼ばれたら。やべ、部下に PC 画面のぞかれた瞬間、こよりんのドアップで焦った。あら。これから一番もこよさまで行きましょう。あ、めっちゃいいやん。いいやん、いいやん。絶対出らんだあかんメンズやわ。そうそう、おやつの時間なのよ。やっほー。ほのさまもありですか、やって。ほのさまどう、ほのさま。ほのさまはダメ。ほの子分だね、ほの子分。だん、子分なんかじゃないよ。うん、じゃあ食べていきましょう。え、もうできたん？ちょ、待って、完成まで待ってよ。うん、待つね。てくれるんや。優しいからね。じゃ、優しいたん。ほら。なんで？じゃ今のうちにこよちいたんはこのこれを温めてきます。温めたかったんかい。みたらし団子作成な。MC よろしく。MC？ 私まさなかのコーリンの配信も。コーリンとの出会いは二次審査が終わった後の。グランキューブ大阪でした。こよちゃんは他の女たちと一緒に騒いでました。騒いではない、喋ってました。他の女と一緒にこよちゃんはグランキューブ大阪で一番目立ってました。楽屋でこよ様はあゆみ、その時仲いい子おらんすぎてさ、ずっと一人でさ、うん、やってたよ、ね、でも同じ立ち列の子がさ、うん、誘ってくれて。あ、こよ様、こよ様との出会いはそんな感じです。いつ付き合ったのか私も分かりません。記念日とかもないです。ここに水を入れます。まあ、こよりめっちゃ早いやん作る。どうしよう。上、コップから上1センチぐらいまで水、1センチぐらい下まで水を入れます。 OKOK。私料理とかできん、あ
飲もうか。オッケー、ラムネの素を作ります。ラムネって何？ラムネって何？飲み物か。ジュース作れるんやって。これ見て、こよさまファンも見て。こよさまファンも失礼します。ねえ、なんかチンしたらさ、うん、すごいすごい膨らんだよ。え、それチンしたらめっちゃ膨らむよ。すごくない？でもソースだよこれ。ソース膨らむの。うん、分からん。でジュースもあるんだよこれ私の、ね、え、またシュワシュワ言ってる。だってサイダーでしょ。で、あ、わ、ビールみたいになってる。じゃあもう食べていきたいと思いましゅ。食べていきたいと思いましゅ。あ、先生レンジで10、あ、ごめんごめん、レンジで10秒のところ20秒チンしたからおかしくなっちゃった。何してんの。私そういうの A 型やから、そういうの無理よ。ゴミ袋どこ行った？え、もともとないよ。私はゴミ袋してた。ほら、このピカ髪の毛まくるな。それ私地毛なんですよ。止めたことない一回も。そうなんや。そう、純粋やから。皆さん、コヨタンの茶髪の時代とか見たいですか？ラムネ作ったの？まあ、作った。炭酸あるんですよ、実は茶髪時代。ルームスとかにあげるかな。私は何もない。綺麗な人やね言うてたよ。ありがとう。みそかけ大さん、ありがとうございます。なんで何もないの、ほうちゃん。え、私は昔の写真何もない。でもね、私昔プリンセスだったからね。あやみちゃんが一番お姉さんや。それはそう、それはそう。で、次でこよたんで、次でほのぴ。なんでほのぴが一番の上だよ。もうあやこよで今日始めよう。新しい恋に行かなきゃいけない。200日で行かなきゃいけない。マルコさん、ありがとうございます。じゃーん、美味しそう。これはこれがいちご大福。ほのぴ、こよりちゃんいない間に暴露してる。何したん？何もしてないよ。たい焼き、すごくない？まこさん、バラありがとうございます。バラじゃない、バラバラ。これはたい焼き。やっほー、みつきちゃん、ペンライトありがとうございます。これはゴンチャ。そうそう、茶髪だったの。いつかあげるね。うん、カメラが変わらなかった。ほらほら、久しぶりだから、はい、よし、まこよちゃんできたよ。食べる？一緒に食べよう。え、写した？ここちゃんと写した、説明した。私こういうの食べるのあんま苦手やねん。再生そんなことやんといて。いただきます。見てくれる？最近の高い。これスポンジです。じゃあ私ラムネから飲むわ。うん、そう、椅子でやってた。スポンジをちょっとつけるね。乾杯。わー、すごい。なんか PK ペロペロのチョコ。私がでさ、 KP って言うと思ったら KP って言ったら、え、KP って言うと思ったら PK でした。やばい。アコさん、たっくりありがとうございます。やばい、すごい美味しそう。 KP PK。 うん、美味しい。おチョコみたいこれ。そんな言わへん。シュワってする。あ、ラムネの炭酸抜けたラムネ。シュワシュワじゃないのそれ。いや、まあ、なんか感じだけ、雰囲気だけ。雰囲気シュワシュワ。うん、それやだね。ちょっと待って、ゴミ袋あさろう。いやだ、これちょっと待って、これテープだけ。よし、オッケー、欲しがる。それハマってる、こやちゃんに今ハマってる歌。そう、かっこいいけど、ぐらいグランキューブの話してたん？そう、うん、こよちゃんとの出会いを話してた。いや、出会ってなくない別に。なんかこよちゃんはなんかめっちゃ踊ってる子いるなと思ってるんだけ、前に。なんか出会いじゃん、出会い。うん、あとは記念日は分かりませんっていう。記念日？うん、私とこよちゃんが付き合った記念日とかはないので分かりませんって。こより20代です。めっちゃもう明日だけど私。え、待って、読んでいい名前。名前読んでいい？なんなん？名前読んでいい？なんなん？浮気相手が来ました、ほのぴの。私の浮気相手らしい、まなみは。二平まなみが来ました。二平見て。ガチ作った。ここ全員タピオカ飲みすぎ。で、うまくない私。マイチさん、アイスありがとうございます。いちご大福の接合部分がちょっと。こちゃんさん、食べてありがとうございます。おかちゃんさん、どうぞ。ありがとうございます。かわいい2人のもぐもぐは最高。ありがとう。こよりとあやみのことやと思う。あ、そうか。うん、たい焼き食べまーしょ。ねえ、あ、そうかで終わらせないで。メンヘラやん、ほら。ね、ヘラとかじゃなくて、すごいカステラみたい。カツシーそんな言われて。おいしい？
追いついた。追いついた。え、なんか見たよ、ギャルのやつ。そう、マジスカのコスプレした。え、そうなんや。マジスカ知ってんの。うん、買ったの。年代違うの。やばい、生まれた人でも生まれてないか。うん、やばい、ベタベタなっちゃった。マジないの、マジスカ。え、ほんとに知ってる。うん、世代っていうか、みんな世代くない、あの頃。そう、じゃあまだほのちゃんとちょっと世代差あるかも。見てる、見てたの。うん、お兄さん、ソフトクリームありがとうございます。そんなキャラじゃないでしょ。だって好きなのに。で、ここだけ見せてあげる。ここだけたい。ベタベタだよ。うん、あとね、パスと顔がね、前髪もね、ほのちゃん下手くそすぎて、うん、巻いたんだよ、髪の毛。じゃあ一回今日はメイクもね、それっぽくして。コヨちゃんといっぱい遊ぶためにお菓子買ってきて紹介します。みんながさ、アミの可愛いショットをさ、あげてるから、まだあやみで対抗しようか。あやみてもでも涙立ってた、うまかったって歌った。あやみてもでも、どっちのパート全部か。全部カラオケやろ。よう歌えるな。私でも息継ぎしんどいんやけどね。寂しい。ごめん、しんどいやろ。じゃーん、女性服も歌ったんだよ。え、パチパチパニックと、ね、なんか歌ってたやつ。あ、制服にそうなの。あ、そうなの。パネが今でさ、おもろにみんな美味しいお菓子があるよとか。外つくわ。キウキでマジスカやるなら誰役やって。何、私誰役とか覚えてないでね。ちゃん何役にする？ほっちゃん、スイムホルモン。ホルモンか。全然覚えてないけど。じゃあ記憶ある。でこれさ切れない。ハサミ勝ちて。ハサミ勝ち。ありがとう。お菓子食べます。ハサミはネズミ。熱いやん。ヒロミさん、コバありがとうございます。マコザハートありがとうございます。コウがゆっくりお菓子いいかな。なんかね、プロタンはね、もうね、プリン苦手な人誰やろ、プリプラや、うん、本当に、なんか、アミとも別に付き合った日は覚えてないんですけど、うん、でもアミプロカップルなんで、よろしくお願いします。やばくない？コヨちゃんはさ、普通に二股。パノピは絶対チームホルモンやって。ほら、うん、佐伯とかいそう。うわ、いそう。結構絶対おる。私とさゆきで大体同じくくりにされるの。西田、さゆき、西馬あたりは絶対そこ。平井さん、さん、ありがとう。海外の味する。やりたいな。あれしたかった。私さ、あのさ、前の次世代コンで、うん、あれやってたやん。わかる、マジ女てっぺんブルース。そうそう、私あれしたい。ワンチャンあると思う。これもしたい。マジ女てっぺん。カラオケに入ってなかったから歌わよ。今回それがてっぺん外にいるみたいな感じだったよな。ちょっとおらついて、うん、あれやりたい。私さ、あのさ、あれ着たいね、あのトップク。トップ着たい。なんか言うこと全部わかるんやけど、この P が言おうとすること考えが単純って面白くなっちゃう、うん、トップク着て、ここでサイドポニー、あ、右サイドポニーえぐ。見て、ギタギタですけど美味しいです。あのマジジョの、マジジョのさ、制服にめっちゃ似てるセーラー服買ってくれてさ、すごいな。パジャマ買ってくれてさ、キューキのマジジョアみたいなやって。そうで、朝あの NNB の次世代メンバーでもう一回そういうのをやってほしいなみたいな感じで、うんうん、やりたいな、うん、速攻服絶対似合うやって。私そんな知らんけど、甘やかしてくれてる。こぼしの正義したいねん。あ、あれや、あれトップが綺麗ですよね。テンダと言ったらテンダと、テンダと話してるねそれ。誰がガクランできると思う？ゆかっぺ。かっこいい選抜から出してくれ、それは。さゆちゃんや、さゆちゃん。これじゃん。うん、ほうちゃんは、うん、もう何でもいい。入れ墨とかでいいじゃん。絶対言ったらわかる。ほうちゃんチームホルモンだからね。なんなんチームホルモンって。チーム牛タンとかあんの？俺チーズお好み焼き。チーズって言っちゃった。間違えて、チーズチームをチーズって言った今。着るのは赤の特攻服で着て、それの赤好きやから赤がいい。赤のトップ着たい。ちょっとだけなんか見たことあるんですけど、 YouTube で、うん、
全然他は知らない。赤のトップ僕が着たい。知ってますか？マジ女てっぺんブルース、ね、マジかっこよくないあれ、うん、10周年のやつだけ知ってる。知ってないな。狭い階段何だっけな。狭い階段使ってもらいましょう。あ、それや。ねえ、生のミニネズミやってよ。タクトさん、アイスありがとう。え、皆さん知ってはるね、やっぱり。そうね。ね、ミオリンとかのチームってなんでチームだったっけやって。誰さん？ミオリンさん。チーズフォンデュやって。そんなじゃなかった？クヨリンがチーズフォンデュの人？え、なんかそんなおらんかった。クヨリンがやるなら激辛かなやって。激辛やって。誰？激辛。あ、確かに。マナミン。なんなん激辛？クヨリン。クヨリン？あ、確かにクヨリン。激辛って何？何それ？なんかずっと笑ってるの。え、やだ。クヨちゃん、クヨちゃんかっこいい女がいい。かっこいい女がいい。無理やろ。何言ってんの？こうちゃんかっこいい。最終回号泣した。そんな感動する感じなの？全然覚えてないけど。でも結構記憶はあるいい話だよ。え？一しか見てないけど。え、そうなの？なんだ。うん？一持ってたりしない。チーズフォンデュだったっけな。有識者求む。有識者求む。クシが持ってないか。あ、持ってんで。私のカバンのドラえもんのポーチに入ってる。こちゃんこそ持ってないとやばくなるよ。うん。ただ今鉄板部分思いっきり寒い。やばいよ。まあまあそういう時もある。ラッパッパしてんのだったって。ラッパッパ。ええー。マジでドキドキみたい。ラッパッパ。AKB 好きなんだけどすげえ知ってる。ええー、すごい、うん、そんな知ってるんや皆さん。セルフが NMB ラストして好き。もろともに。なんとか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 は知ってるんだけど。ジオンさんホノピの話してるよ。え、マジ？何話してる？ジオンさんも優しさの稲妻踊ってたね。マジ？うん。そうなん？何で？TikTok。見れないわ。てかさ、私さ TikTok でさ、この前ユーミンさんに流れてきたよって言われて見られてねんけど、めっちゃ恥ずかしい、ほんまに。ほんまに携帯あるのが。もっとバキバキに踊ってほしかったよ。ちゃんと踊ればよかった。うん、なんであれゆっくり踊った？時間なくてあん時。撮り直しできんかったから。あのさ、ちょっと歌を。マコさんベラありがとうございます。まだ感情込めてる。マコさんハートありがとうございます。違うで、あれはユミさんパート歌ってるっていう。ユミさんパートなの。そう、あれユミさんパートワンコワンハーフ覚えたから。マジスカマコしてた。ユミさんの感じでやった。松井玲奈さん、あ、松井玲奈さんなんや。あ、いいかも。そう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 。え、じゃあします。めっちゃね、なんかね、強いよ。そうなの？うん、強いの？うん。じゃあします。強いけど怖い。怖い。実際やった時、カビでコリンが。せり上がってきたから。そんな感じやろ。笑ってるけどすごくあの。もう一回見なくなってきた。パンチしてくる。笑いながら。うん、激辛がいいの。怖いそれ。怖い。で、手血だらけだよ、いつも。そうかな。え？あ、私拳ちっちゃいんやけど大丈夫か？ダジャレ戦うチームな、ダジャレ戦うチーム。弱いよ。ダジャレでラップバトル。小声さすだけじゃん、相手も。そう、だから固まんね、相手が。やばいじゃん、クローズン。だから私は雪女みたいにトップが切る。なげそう。女。おもろいよ。パチパチパニック。この汁が残るから食べる。浅尾桃香さん、あゆみちゃんと配信するって言ってるやって。うん。よかったね。画面の機械が。今配信始めてはったよ。みーや。何分今？ね、19分。あー、かわいい動画なかったっけ、まだってか、あやみのさ、なんかこぶし、いざたくちゃん、レインボースターありがとう。説明かわいすぎるやって、笑ってくるけど、笑ってるけどパンチしてくるって説明かわいい。ほんまに合ってんの、あやみちゃん、その説明で。でも笑い方怖いよ。そうなん、あはははははみたいな感じ。あー、メンヘラみたいな感じ。メンヘラ、メン、サイコさん、メンヘラってコーリーや、もう。いや、私サイコパスの方が合ってるくない。確かによく言われるもん。ほのかちゃんの野蛮な極みで惚れました。ダンスかっこよすぎ、イエーイ。 Thank you。 コヨリンのナメクジハートは Thank you。 あゆみちゃんのレガッタは Thank you。 最近チャローブーム来てるから。いやや、チャロームーブで離れるよ。 Thank you。 ムーブちゃうし離れるよ、クワタホーちゃんから。やばな気はめっちゃ楽しかった。もうここマジ、あの血管切れた、ここで楽しすぎて。え、踊りうなへ、クーちゃんも踊りたいよ。
もっと感情ね。2人の配信でパチパチを鳴らしますよ。かったよ、ポジミさんと。そうで、ちゃんとさ、あのリハの時もさ、あれ、あそこ楽しすぎて毛関係言ってた、映ってないけど、チャラ教えぬ、チャラ男です。チャラちゃん、チャラピーで行く、チャラピーで。いやいや、なんなんチャラ男って。チャラチャラしやんといて、なんか、もうさ、やばい、チャラ男とサイコパスメンヘラ彼女カップルはやばいやって。確かにチャラ男、そうやそうや、チャラ男やからこよたんが不安になって、なっちゃう、信用できひんね、うん、だから嫌なんですよ、皆さん、わかるこの気持ち。情報量多すぎる。ちゃんとしてシンプル、ちゃんとして、ね、なんでさ、クヨタンが誘ってんのに他の子の隣座るんですよ。チャラ男やから。おかしくない、普通に。全部つながった、今までのやつが。え、ありがとう。並べてくれんの。そんなモテへんくせにさ。ありがとう、はい、そんなモテへんのにさ、ほのちゃん。おで出るくない、私、メンバー人気高いと思うよ。は、クヨタンの方が可愛いから。可愛いとかじゃない、今もうほのちゃん可愛いからいいやん。重い女、こよりコメント。重いというかさ、男が悪いよ、これは。私が悪いの、うん、ね、私プライオリティするわ、プライオリティ。いやいや、そんなにゃんにゃん、こにゃんこ来ないよ、こねこちゃんたち。こねこちゃんたちするわ。えっか、大丈夫、つまようじ前前に誘った。大丈夫、心配してくるな。見てやろうか。ほんまにこういうんじゃないんですよ、私は。これでチューしちゃう。なんかほんまに少女漫画みたい。臭いね、臭い恋愛ドラマなんだ。見てやろうか、俺のキスで消毒してやるよ。めっちゃ嫌かも。めっちゃ嫌や、マジ。もうそんな彼氏即別れる。気持ち悪いとかじゃない、求めてない。シンプル。逆に私何求めてんのじゃ、コヨリンは。なんかもうちゃんとしてほしい。なんかなんでちゃんとしてほしいって。何に来てくれへんのかが分からへん。全部断られんねんけど。断ってないよな。休憩でむちゃくせ、いやや、休憩でむちゃくせ公演、やばいって、もう休憩でむちゃくせ公演はしてくれへんかな、やって。多分その2人は情報量が多すぎるカップル役だよ。でもこれだ、正直アミコヨカップルなんだよね。なんでだから、それはなんでなん、本命浮気やん、それは。そうだよ、それは浮気やん。はっきりさせよう、もう。TikTok でヤバな気合待ってる、ヤバな気合待ってる、 TikTok で。いや、それはちょっとハードル高いな。載せれたら載せます。狂気の笑い方、なるほどね。だからね、なんかクヨリンなら雰囲気だそう。インスタしたいんですよね、私ね。ちょっとね、ちょっとね、 TikTok もみんなのアカウントやからあんま載せれるけど、あんま自分の人載せるのもありやし。クヨリン、気をつけてね。さや姉さんって役名なんだっけ、やって。首里城、首里城。あ、さやこさん、あれか、あ、位置では出てないわ。はい、あごさん、スターありがとうございます。メンバーで一番男前な人って誰だろう、やって。男前、男前、こよがし。え、報道がイケメンなのは、うん、こよりやと思う。あ、そう、全然違うな。え、だってさ、こよたんさ、すぐに周り見てさ、ティッシュとか渡すよ。なんかほのちゃんもさ、なんかよくさ、鼻すすってるからさ、うん、なんかほのちゃんがもぐもぐ配信してる時もさ、手こんなんずっとやってるからさ、ティッシュ持ってくるしさ、こういった周り見てますよ、結構、うん、視野が広い、お魚さんだから。お魚だから視野広いですよ。でも行動は、ね、インスタしたい、インスタしてダンス載せたいけど、リール、うん、なんかインスタぐらいしかなくない、載せれるツールって。 TikTok やん、 TikTok、 TikTok みんなのアカウントやから載せにくい。全然載せまくってください。チャラ男に振り回される彼女、そうそうそう、コヨタンだけを切り取ったらコヨタンだけが変な感じになるけど、ホノピーもホノピーで、あのチャラチャラしてんの。してないよ、チャラチャラ。わかりますか、たぶらかしてんの。コヨタンティッシュ秒で渡してくるとこ想像つくやって。そう、うん、コヨタンできる彼女、メンヘラやけど。ホノピーメンヘラ制作機なん。いやいや、そんな重い女コヨリンと前髪が重いホノピー。うまい、82点。座布団3枚、ホノピー4番手あたりのホストみたいや、微妙。いや、それやったら1番にしてくれへん、何4番手。おかちゃんさん、こんばん、ありがとう。消毒臭くだって。ホノピー、たまには怒ってもいいねんで、優しいな、ほんま。ほんまにな、怒る理由がないじゃん。うん、まあ、怒る理由はない。メンヘラ、重すぎたらちょっと自由にさせてって言うけど。今日も可愛い、こんにちは。ありがとう。
小百合ちゃんは純愛を求めてる人柄的に。そうそうそう、どういうこと。9期生で可愛らしい修羅場や。かわいい、ありがとう。あごさん、ありがとう。2人の関係は腐れんみたいな印象。あごさん、リンボスありがとうございます。腐れん、腐れんなんかな。そうなんかな。一人膝かくん、知らないんだけど。ひくばりの小百合。そうそうそう、ひくばりの小百合。視野が広い、公園見ててもわかる魚、うん、どういうこと。だから魚眼魚眼ってこと。もうコウリンのさ、ついてきてないやん。魚眼レンズ、コウリンの言葉に。でもみんな頑張ってついてこようとしてくれてるところが優しい。こよご、もうどうでもよかったらもうこんなショールームも見てないと思う。確かに、だって意味わからへんもんな。メヘで彼女チャラ男のカップルってマジで意味わからへん。ほらずっとくっついてくるし。もうなんかホロちゃんさ、ほらもうこんなんしてくれ。なんかホロちゃんね、もうね、コヨタンにね、厳しいの。ほうちゃん場所変わってやって。あ、優しいね、皆さん。本当に優しいファンの皆さん、もうコヨタンさ、ほんまにさ、もうどんだけほのちゃんのこと何回もさ、隣来てって言ってると思ってんなのにね、もうね、全然違う子の隣とか座ってね、もう全部断ってくるんですよ、ほんまに。そんな覚えはない。わかります。だからもうおしまいにはさ、アミタを撮りたいって始めてさ、でティックなんかおかしいですよ。なんかルームスとかツイッター音源載せれへんから、音切らないと載せれへんから。You come インドネシア No No TikTok、 TikTok はでも載せにくいっていうか、なんか恥ずかしい。シニアメンバー、そんなみんな可愛く載せてるの私だけ思ってたら。シニアメンバー、だからインスタをすることを目標に頑張ります。コヨタもメヘラに育てあげてくださいって。もう十分メヘラに育ってますよ。もう十分ね。離れ目とかじゃなくて、神殴るな。壁殴るな。壁殴った子じゃん。高一かっこお父さんさん、アイスありがとうございます。振り膝かっこさやさん、さやかさんのなんとかげ。あ、時間ありがとうございます。いいな、ほのぴー。高一さん、そのクリームありがとうございます。いいですよ、もうメヘラ重いもん。あやみちゃん、ほり重いから。もうなるそうな目してる、ほのぴー。うん、こんだけベタベタなのに本命はアメコヨなのさ。ほんまにな、あ、意味やからへんわ。そろそろお時間ね、ありがとう。おうちさん、アイスありがとうございます。どうしたの。この中でまともなのはあやみちゃん。ポーちゃん、その場所変わって。このピンもう呆れてる。だって毎日もう毎秒こんな感じやもん。あったらもうね、ポーちゃんね、ひどいの。ほら今日もちょっとなんか腕組みながら歩いてたし、道端。もうほんまにほのちゃんはあのコヨタンではないということ。ほのぴーはスネレなんじゃないやって。あ、多分それもある。いや、それはない。あるる、あるないる。橋原あるる。おもろおもろ。もうほんまにあかん、ほんまにひどい。何がひどいん。そんなひどいじゃないけど、なんかコヨちゃんがせっかく誘ってるんだからって感じ。あ、じゃあ男女読みます。急に私も男女読みます。時間がやばいわ。13位クリスティアーノさん、ありがとうございます。12位つるっちさん、ありがとうございます。11位ほなすさん、ありがとうございます。10位やまぴーさん、ありがとうございます。9位あみさん、ありがとうございます。8位まみたさん、ありがとうございます。7位村人 T さん、ありがとうございます。6位竹堂さん、ありがとうございます。5位あかつきさん、ありがとうございます。4位やすくんさん、ありがとうございます。3位モンブランさん、ありがとうございます。2位トゥンちゃんさん、ありがとうございます。1位ティリーさん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。カラオケ配信ちょ、それまで喉うるおしときます。まあ、唐揚げ食べな。あんまり歌上手じゃないやん。唐揚げ食べな。唐揚げ、それあんたのオーディション時代。じゃあ30分になったので、ありがとう、バイバイ。コヨピーは無意識につねれだから、メンヘラ製造機やねんて。最後にスクショタイムください。コヨピーやって一緒にして。バイバイ。はい、撮れました。またね、皆さんの方が大好きだよ。なんでそれはおかしいやろ。バイバイ。じゃあ終わります。終わりました。じゃあ私も終わります。バイバイ。また6時半ぐらいから、6時45分から、6時45分からお知らせします。バイバーイ。